今の私はユンドンジュの詩碑、えー、の前に立っています。えー、このユンドンジュの詩碑は今出川キャンパスのお同社礼拝堂の、えー、まあ、隣に、えー、あるんですけれども、えー、同社にですね、えー、いながら あの学生の多くの人たちがですね、なかなかあのこの私費のことをわ、えー、からないでいるんじゃないかなと思います、えー、しかし、このユンドンジュはです、ねえー、この戦時下の、まあ、日本のことあるいは同社のですね、歴史を考えるときにですね、非常にやっぱり重要な人物だと思います、えー、彼はですね、えーまあ、同社で学んだあ人物でもあるんですけれども 韓国、朝鮮ではです、ね、あの本当にこの愛されている最もです、ね、愛されている詩人の一人でもありますそこでまあ今日はです、ね、彼のエピソードについて、まあ、少し略歴などを含めてです、ね、お話をし皆さんにです、ね、ユン・ドンジュという人がどういう人物であったのかということにです、ね、少しでもこう関心を持ってもらえばというふうに思います。 えー、彼はですね、えー、1917年に、えー、と中国の東北部で、えー、生まれそしてまもなくあの幼児洗礼を受けていますですから彼は、まあ、クリスチャンとしてですね、えーまあ、人生を送るわけなんですけれども、えー、その後、ですね、ピョンヤン 現在、まああの、北朝鮮の首都になってますけども、えー、平壌のおスンシル中学校というところで、えー、学びそして、まあ、中学校の時代からすでに、えー、試作活動を続けています、まあ、ところが、そのスンシル中学校がですね、えー、当時、まあ、日本があの朝鮮半島を支配していたわけなんですけども、えー、日本によるこの神社参拝強制に抵抗した。 ということで、まあ、それをですね神社参拝しなさいということを日本側は強要したわけですけれども、それをしなかったがために、結果的にこの廃校に追い込まれていたし,しまいます。そそしてユンドンドはですねのの後ソウルの 四妃専門学校というところに移,る移ってですねそこで学びを深めていきますこの四妃専門学校というのは現在あのソウルの中心にある四星大学なんですけどもこの四星大学は同社大学ともあの協定関係のあるです、ね、非常に縁の深い大学なんですけどもそのです、ね、四星大学にもやはりこのユン・ドンジュの私費がですね建てられていますこのようなあのちょっと形は違いましてですねもう少し大きなものなんですけれどもその 四世大学の詩碑を見ても、えー、ユン・ドンジュがですね、本当にこの愛されている詩人だなということをこう感じさせられますでこのですね、四世、今の四世大学当時の、えー、四非専門学校に、まあ、いた時に、えー、彼はですね、有名なあ詩、えー、女子というものを書くわけです、えー、これがですね、まあ、ちょうど彼が24歳の時なんですけどもあのここに、えー、まあ 書かれている、あのこの「ですね、ひ」に刻まれているのが、えー、その「女子でありますで、えー、これは日本のですねあの教科書にも、えー、掲載されたこともあ,のありますけれども、えー、非常にですね、まあ、有名なあそして私自身もですね、えー、この、まあ、愛している、まあ、詩の一つなので、えー、これをですね一度あのざっとこう読んでみたいと思います「えー、死ぬ日まで空を仰ぎ一点の恥なきことを」 肺をそよぐ風にも私は心痛んだ星を歌う心で生きとし生けるものをいとおしまねばそして私に与えられた道を歩みゆかねば今宵も星が風に吹きさらされる、えー、このような詩なんですね えーまあ、詩をです、ねまあ、どのように味わうのか、えー、これはもう皆さんにおいだにしたいと思いますけども、えー、死の日まで空を仰ぎ一転の恥なきことというです、ね、こういう言葉から始まるこの詩は本当にその若者のです、ねえー、純粋な、えー、気持ち、えー、そのです、ね本当にね、ほとばしのような鮮烈なです、ねえー、思いを、えー、こう語っています。 でまあ、こういうです、ねえーこのえー、詩が持つです、ねえー、新鮮な感動というものが代々、えー、受け継がれているわけですけども彼がです、ねまあ、この詩を、まあ、女子として書き残し、えー、それが24歳の時なんですけどもこの詩を書いた翌年、えー、1942年の春に、えー、ユン・ドンジョはです、ね、日本に渡ってまいります日本で学ぶんですね。えー、最初、えー、立教大学学の英文科に入学し、そこでで半年ぐらい、えー、と過ごすんですんけども、 えー、その後ですね、えー、と同志社大学文学部の英文科に、えー、転任をいたします、えー、これは1942年の10月の時なんですねそして、えー、同志社で学びながら彼は、えー、試作活動をこう続けていくんですけれども、えー、自分のですね母国語であるハングルで、えー、試作活動を続けてい、えー、きました えー、そしてですねまあ、そのことがまあ一つの原因になったんですけども1943年7月の10日、えー、佐教区の下宿にいるところをですね、えー、逮捕され、えー、そして下川も警察署にまあ交流されることになります、えー、なぜかというとですね当時はまあ治安維持法などがまあ非常に強く まあこのえー、人々のです、ね、言論を統制していた時代でありますけれども彼がユン・ドンジュがです、ねえー、ハングルで、えー、試作活動を続けていたということが、えー、この独立思想をです、ねまあ、鼓舞するということで、えー、治安維持法にです、ねまあ、抵触するということで、えー、彼は、まあ、結果的にです、ね、懲役2年の判決を受けることになりました。 まあ、1945年、えー、2月16日未明にです、ねえー、福岡刑務所で、えー、亡くなって、えー、います。 これはですい、ね、まだに死因が何だったのかということは、えー、明らかにされていません何らですねそういう、えー、あの証拠になるようなものがありませんのでなぜですね、えー、福岡の刑務所で亡くならなければならなかったのかということについては、えー、分かりませんけれどもしかしいずれにしても彼にとってはですねま,まさにこの無念の死、えー、という形でですね、えー、そのお人生を閉じなければあなりませんでした、えー、ユン・ドンジュ、28歳の時で、えー、あります。 えーまあ、このです、ねえー、彼が同志社で学び、えー、そして、えー、ハングルで試作活動を続けたということ、まあ、このことはです、ねえー、そして彼が、まあ、その結果あ、まあこのえー、当局のです、ねえーまあ、目に留まり、えーまあ、獄中に捕らえられなそして結果的にです、ね、亡くなったということは多くのことをやっぱり考えさせられます。 えーまあ、この授業の中ではですね、えーまあ、当時あの戦時下の同志社についてはあまり詳しく述べることができませんでしたけれども、えー、同志社はですね、学校全体としてはあ、まあ、このキリスト教主義の学校であるということからですね、まあ、しばしば、えーまあ、この何て言いますか、えー、この外国宗教特に敵対的なですね、国の宗教を持っているということで。えー、まあ 当局側からです、ね、目をつけられがちであったんですがしかし全体としてはです、ね、非常に従順に、えー、当時のです、ね、軍国主義的な流れに、まあ、乗っかっていった。 という側面がありますですからそういうです、ねまあ、時代状況の中で同社という大学を,をです、ね、存続学校を存続させていくためにやむをえず取、ね、らざるを得なかったさまざまな判断選択というものがあったわけなんですけどもしかしその影、ね、において同社の一学生がです、ね、この今出川キャンパスで学びを し,していたということ。まあこのことにですね、私たちは心を止めておきたいと思います。まあこれはですね、ユンドンジュの死揮。これはあの彼がですね亡くなって、えー、そしてまあ戦後の時代、えー、50年経ってからあ1995年にですね、えー、建てられたものなんですけれども、まあこのですね指標やはりあの見ていただくことなどを通じてですね、えー、まあ彼の生涯を思い、また彼の死にですねぜひ思いを寄せていただきたいというふうに、えー、思います。 今日はのの宗教思想とと見学の精神いいうテーマで話をいたします皆さんもあの同志社がキリスト教と関係があるということはいろんな形で聞いてこられたと思うんですけれども一口にキリスト教といっても実際にはさまざまにですね異なるものがあります。 まあよく言われることなんですけども同社がまあキリスト教だといった時にですねじゃあそれはカトリックなんですかプロテスタントなんですかっていうです、ね、そういうまあ問いを出されることもありますけどもあのこれはあのまあ言うまでもなくですねただしそのプロテスタントといっても実際には中身を見ていくとですねさまざまなこの教派異なる教派がありますので。 同志社がどういったです、ね、伝統を引き継いで今日に至っているのかあるいは新島ジョーがどのようなです、ね、その宗教的伝統の中で学びそしてそれを同志社設立にです、ね、つなげていこうとしたのかそういったことをです、ね、今日は考えていきたいというふうに思います。前回 あのニジマーのまあ教育思想ということでえ教育者としてニジマがこの目指したあのさまざまなこの課題についてお話をしました。しかしまあニジは教育者であると同時にえ宗教家でもあったわけです。えー、つまり彼は牧師でありまたアメリカンボードのこの宣教師であったわけですね。ですからニジマーという人をえまあこのトータルに知る意味でもあるいはこの同社のまあ成り立ち。 を知る上でもこのの宗教の部分キリスト教の部分についてやはりきちんとですね知っておく理解しておくことがとても重要になってきます。で今日はですねそういったことをいくつかのテーマに分けて考えていきたいんですけどもこの「改宗派教会」ということこれは後で説明しますけどもプロテスタントの中でも同社はこの改宗派というですね流れに属するということを後で説明をいたします。 そして、えーまあ、学校とと教会というです、ねえー、ことについて、えー、その「次に触れますそして、えー、良心教育、うん、この妃」ということをです、ね、取り上げて、えー、新島があ良心教育を大事にしたということはこれまでも述べてきましたけどもそれはですね単に良い心を持ちましょうということだけではありません。 これは新島のですね、この信仰理解とか、この改修派の伝統、こういったこととですね、すべてこの関連しあってくるものです。そういうこの両親教育におけるですね、両親とは一体何なのか、こういったことについても考えていきます。それからまあ新島がモットーとした自由自治の問題、そしてそういったですね、新島がこう求めた、 あるいはあのさまざまなです、ね、理想の中からあ一体どういうふうなですね卒業生たちが初期の、えー、同志社から生み出されていったのかということについても少し言及したいと思います。まあ、今日はあの少し盛りだくさんではありますけれどもあのこれまでのですね知識も少しこう、えー、振り返りながらまとめながら、えー、とりわけ、えー、この宗教思想新島城の宗教思想ということに関してですね同志社の歴史を掘り下げていきます。 ではまず最初にここの改修派教会ととといいいいうことについてお話をしたいと思います同志者がプロテスタントの流れを組むということこれはですねあのまず持って理解しておく必要がありますけれどもプロテスタントというのはさまざまなこの教派がですねそこにあるということをおそらくご存知かと思います。 でえーまあ、今日はですねそういう一つ一つの強派の違いについて、えー、全て細かく説明することはできませんけれども、まあ、少なくともですね同志者があその、えー、この「改宗派」という伝統の中にありそしてこの「改宗派」という強、ね、派がどういうふうなこの特徴を、えー、持っているのか、えー、そういったことをです、ね、他の強派と比較しながら、えー、説明をしていきたいと思います。 でこの改宗派というです、ね、教会の歴史について最初に簡単に振り返っておきます。この改宗派という教派はですね例えばほかに長老派バプテスト派という多教派とともにもともとイギリスで誕生をいたしました。 これはのイギリスではです、ねえーまあ、このイギリス国教会というものが、まあ、あの成立することと関係があるんですけどももともとヨーロッパにはカトリックローマンカトリックというです、ね、教会が、まあ、一元的な支配をしていたわけです。そして、まあ、あのそれがですね、まあ、16世紀の初めに、えーまあ、宗教改革を、まあ、ドイツ中やスイスを中心に、まあ、あの起こりですね えー、そして、えー、それによってヨーロッパの,あの宗教勢力図というのは非常に大きく変えられていくんですけども、まあ、そういったですね具体的に言いますと、えー、1534年に、まあ、あのヘンリー8世があ、まあ、この離婚問題をめぐってカトリック教会と対立をいたします。 なぜまあ、対立したかと言いますと、カトリックのですね。まあ、正当な協議によると、えー、離婚というのは基本的に認められないんですね。ですから、それは国王といえどもですね。えー、まあ、あのカトリック教会がですね。それを簡単にまあ認めることはまあ通常ないわけです。しかし、ヘンリー8世はですね。まあ、それに対してまあこう非常にこの反発をし。 結果的に、まあ、自分の離婚を、まあ、この認めてくれないような、まあ、教会であればもう自分たちはですねもうカトリックと縁を切るということでカトリック教会からです、ねえー、と独立をいたしますそして、えーまあ、あのその時からです、ね、英国国教会チャーチオブ・イングランドというものがですね、えー、できることになります。 でこの,、まああの英国国教会は結果的にカトリックから分離してそして、まあ、国王がですねその教会の首長一番のトップにつくような形でカトリックとは違う組織としてそれ以降ですね伝統を持つことになりました。 でところがですね実際にはカトリック教会から分離独立したとはいええーまあ、そもそもはですねカトリックの一部であったわけですから独立後もですねカトリック的な要素といいうものを非常に強く持っていたわけですところが、まあ、その独立してもちろんヨーロッパの大陸の方ではですね宗教改革の動きなども盛んになっていましたからイギリスの中でもですね カトリック色をもっとこの廃してですね、この宗教改革的な伝統に従ってこの国教会をですね、もっとこの刷新すべきだというような考え方の人たちも徐々にですね、現れてくることになります。で、まあそういうまあ中にですね、まあ改宗派、長老派、それからバプテス派という,ふうにですね、言われるような教派が存在するわけであります。いずれもイギリス生まれのですね。 新しい教派でありましたで、まあ、ところがですね、まあ、そういう新しいこの宗教改革的な機運がイギリスでまあ生まれたもののこの国王によってはですねそういったものを新しいですね動きを非常に強く弾圧するものも出てきます。まあ、とりわけ、まあ、保守派の人々に対してですねより強く改革を求める人たちはこのピューリタン と言われるあの群れるる群がこう出てくるんですけれども、まあ、ピューリタンの中にはです、ね、先ほど言いました改宗派とか、えー、バプテスト派、えー、それからあの長老派などが含まれましたけれども、まあ、国教会と非常に激しい、えー、衝突をする中で、えーまあ、非常に具体的なあの迫害も受けるんですけれども、まあ、このままではです、ね、英国国教会の、まあ、内部では自分たちの,その信念 信教の自由というものをですね、持ち得ないということをまああの感じた人々は信教の自由を求めて一旦イギリスを離れてですねオランダの地に逃れていきます。そして千六百二十年にですね、そのさらにその新教の自由を求めて新大陸アメリカを目指したわけでありました。まあその人々はですね、このピルグリムファーザーズ まあこれアメリカ建国のです、ねえー、父、えー、としてもこう言われていますけれども、えー、このピルグリム・ファーザーズたちが、えー、その信教の自由を求めてオランダからあこうアメリカに渡っていきます、えー、メイ・フラワー号に乗ってですね、えーまあ、あのアメリカ大陸東海岸のプリマスというところに到着し、まあ、その後ですね まあ、ボストンを中心に、まあ、新しい、まあ、あの入植地をですね、えー、次々とこう形成していくことになりましたで、まあ、そのですねあのアメリカ新大陸にアメリカに渡った人々の多くが、えー、改修派の人々ででああったわけであります、まあ、もちろんその後ですねいろんな人たちがアメリカには入ってきますけれどもあ,あの大変 アメリカまオランダ改革派協会であるとかですねそれからアメリカドイツ改革派協会そういったですね改革派の流れを組む人々も次々とアメリカにやってきますまこのですね改革派の流れは初期アメリカにもですね非常に大きな影響を与えますそれからその改修派それからこの改革派まあこれ改革派っていうのは 長老、まあ、派ともです、ね、ほとんど同じと考えていただいて結構ですけども、えー、ジャン・カルバンの流れを組む人々ですねでそういう、えー、改革派のほかにですね、えー、クエーカといわれる人たちもあのアメリカで、まあ、入植を始めてい、えー、きます、えーまあ、ペンシルベニア州を中心にですね、まあ、クエーカの人々はあ、まあ、あの入植を,を、えー、開始し、えー、1682年にはですね、えー、フィラデルフィア がクエーカーの都市として建設されることになりました、まあ、今では非常に巨大な都市ですけどももともとはですね、えーまあ、フィラデルフィア、まあ、これは UI というこ,ことをです、ね、その語源にするんですけども、えー、クエーカーとのです、ね、関係が非常に深い、えーまあ、町であります。でその改修派の人々は主にですね えー、このニューインングランドと呼ばれるる、まあ、地域に、えー、入植をすることになりますこれはあの古いイングランド、えー、自分たちがですね後にしてきたオールドイングランドに対して自分たちはこの新しい、えー、大陸土地で、えー、新しいイングランドニューイングランドをです、ねまあ、形成するという、まあ、そういうまあ自負心を持って、えーまあ、そういった地域を形成していったわけであります。 でそのニューイングランド中地方のです、ね、中心はこのマサチューセッツ州なんですけれどもこのマサチューセッツ州がまさにまあ改派教会のまあ拠点となったわけでありますでこのマサチューセッツ州っていうのはですね あのまあ、後に、えー、もちろん、新島城がそこに行くことになりますので、えーまあ、新島がですね。まあ、そ,のそこにで、一番支配あの力を持っていた。えー、改宗派の伝統の、まあ、影響を受け、その下でアメリカでの、まあ、生活をすることになったわけであります。ですから、まあ、今言いましたように、十、え、六、ーまあ、世紀ぐらいのですね歴史からあの、まあ、始まった。この改宗派の、まあ、伝統というものが、アメリカで、えー、一定のですね。 あの影響力を持ち、まあそういった中にですね、えー、新島がこのやってきたという、まあそういう改宗派と、えー、新島城との接点について、まあここでは、えー、理解しておいて、えー、ください。で、えー、次にですね、えー、まああのー、まあ数あるこう教派の中で、えー、特にまあ改宗派と呼ばれる教会がどのようなまあ特色を持つのか。 とといいうことについて、えー、少し話してみたいいと思いますで、えー、っとこの「改宗派教会」というのはですね、えー、英語では「コングリゲーション」とい,えー、というのはですね、まあ、改宗とか民衆とかっていう意味ですけれども、あのー、なんていうかなその教会の,、えー、この中心はですね この牧師とかこの組織的なこのトップの人ではなくてですねそこに集う人々大衆にやはりこの中心があるんだということを強調する教派ですねですからこれはもう一言で言うならば非常に民主的で自由をですね重んじる教派だというふうに言うことができます。このカトリック的なですね このヒエラルヒキのようなです、ね、あの教会組織ではなくって基本的にはそこに集う全ての人が、えー、まあ平等対等であることを重んじまた決議をするにしても上から命令が来てです、ね、それに従うということではなくって自分たちでさまざまなことをこの決定していく、まあ、そのような民主的な手続きを非常に重んじると同時にそれぞれの教会の 独立性や自立性ということをまあ重んじる教会でありました。教派としてのですねもちろんまとまりはあるんですけども全体としてまあこういう方向で方針でやりましょうということをあまりこう強く言うんじゃなくてですねそれぞれの教会が自分たちの自立性をお互い尊重し合いながら自主的にですねこの独立して教会運営をしていくまあこういった伝統を。 改修派教会は持っていますでこの改修派協会のですねもう一つの特徴として挙げることができるのが、えっと、学校の設立に非常に力を注いだっていうことなんですね。つまりあの教育に教育活動に熱心であったっていうふうに言っていいと思います。であのこれは初期のですねアメリカのこの学校 こうまあ、今ですねあの大きな大学になっているようなものの前身の多くをですね解消派教会が作っていますあのいくつかあの例をですねあの挙げたいと思うんですけども一番も早いものの一つですと解消派教会によってです、ね、なんともう既に1636年の時点でハーバード大学がケンブリッジに設立されています。これは 改修派のです、ね、力によって作られた大学ですハーバード大学それから少し遅れてです、ね、1710年にはニューヘブンにイエール大学が設立されていますしそれから1778年にはフィリップスアカデミーが作られていますこのフィリップスアカデミーについてはあの新島城の略歴のところでもお話し,しましたように 彼がですねボストンにやってきてハーディの助力によってですね一番最初にこの彼が学んだ大学が名門フィリップス・アカデミーであったわけであります。非常に長い歴史をですね持つ学校でありますで、まあその他ですねたくさんの学校を作ったんですけども名前だけ挙げますとウィリアムズ大学オベリン大学 えーまあ、これら学学の学校ですねそれからあの女子大学としてはあ、まあ、いくつかありますけどもあの、えー、っとダートマウスとかマウント・ホリオーク・セミナリーそれからスミス大学などがありますしそれから進、まあ、学校としてはアンドーバー進学校とかユニオンそれからニューヘブンシカゴハートフォードオベリンといったですねそういう、まあ、あの名だたる学校ですね 次々と設立をしていますですからまあこういった意味で改宗派教会はですねその伝統の中にこの教育に対するですねこの関心そういったものを自分たちのこのミッションの一つとしてですね考えていたということがわかります。で先ほど言いましたように新島はですね アメリカでの通算8年に及ぶ生活のほとんどをこのニューイングランド地方とりわけボストンを中心とするマサチューセッツ州でその生活をですねしていたわけであります。ですから彼のですね日常の生活それから学校教会そういったですね全てがそういう改集派的な伝統の中で 影響を受けながらですね、まあ、あの行われていきましたのでやはり新島城のですねこの考え方と改宗派の教会のです、ね、伝統とは非常にこの密接に結びついているだろうということを言、ね、うことができます。でこの新島城はですね改宗派教会の牧師となりそして後にですねアメリカンボードの準宣教師として 日本に帰ることになりました。これはあの新島城のですね、略歴ですでにお話しした通りです。でところがですね、英語でコングリエーション・チャーチと呼ばれるものを、まあ、日本にですね。この、まあ、もたらしたときに、それをですね、まあ、どういうふうにこの日本語に訳すか、ということでですね。いろいろ議論があの起こります。まあ、今あの、私はですね、回収派協会というふうにあの呼んでいますけども。 実はですね、日本では、あ、いろんな、まあ、議論を経てですね、最終的に、この組合協会というふうに、まあ、呼ぼうじゃないかというふうに、えー、まあ、決まって、いきます。で、そこには、まあ、いろんな議論が、あの、あったんですけれども、その一つだけですね。どういう議論があったかということを、あの、小崎博道の言葉から、ちょっと紹介しておきたいと思います。これはもう、当時ですね。どういうふうな名称が、ことを、あの、説明するですね。非常に良い、文章です。<laughs> 少し読んでみます。 えー、改宗派教会と称すべきとの義もあればまたその教会精神が自治独立自給を、えー、最も尊重するがゆえに、えー、自治教会もしくは、えー、独立教会と称すべきとの義もあったけれども熟議の末、えー、ただ各地にあるう独立の教会が協力一致組合を成して伝道や 教育や、えー、事前の事業を営むことなれば、簡単に、えー、組合協会と称すべしとの義が多数のいろいろところとなり組合協会と、えー、称せられることとなったと、えー、こういったですね消息を、えー、小崎が、えー、伝えています。ですからまあいろんなですねあの名称の可能性はあって。 でですね、別にどれがよく一番よくてどれが間違いだっていうことではないんですけれども、まあ、最終的にあの当時ですね、えー、まあ正式にはですね、えー、この、まあ、同志社の流れを組むといいますかあのそのアメリカの懐柔派教会の伝統というものは日本では日本組合キリスト教会というですね組織として形成されていくことになります。 えー、それではですね、えー、次に、えー、学校と、えー、教会のことについて、えー、説明をしていきます。で、えー、と新島はですねああのま、ー、まあ、えーまあ、教育者 そして牧師としてですね、まあ、まさにその両方の顔を持っていて学校教育にもそして、まあ、あのキリスト教の,、まああの伝道にもですね、まあ、その両方にまあ力を入れたわけですけれども、まあ、彼のですね、まあ、モットーというものの中の一つにこういうものがあるわけです、えー、自由教育、えー、自治教会、えー、両者並行、まあ、国家万歳というですね これはあの新島がモットーとするものとしてよく知られている言葉なんですけれども、えーまあ、自由教育っていうのはこれ分かりますね同志社リベラルアーツの伝統でもって、えーまあ、この、えー、最高のですね学問地域そして同時に特育をですね成していきたいそういったことを新島があのならあの目指していたということはこれまでも説明してきました。そそしててれれと合わせてです、ねえー、自治教会会これはまさに海上派教会の 理想とするところでするこでそれぞれの教会が、えー、このなんか大きな組織に縛られることなくですねそれぞれの,この自治性を独立性をですねきちんとこの、えー、保ってあの自由なですね教会組織を作っていくそういう自治教会というものを彼は目指しましたし、えー、その自由教育自治教会というものがですね両者並行、えー、それがですねともにまあ,あのまあ車輪の両輪のようにですね、えー、この機能することを彼は、ね、願ったわけであります。 この最後の「国家万歳」というのはです、ね、今はちょっと今その言葉を聞くと何か非常にこの辺境なあの愛国的です、ね、あの国家主義者のような、えー、うふうに聞こえるかもしれませんけれどもこの当時はですね、えー、ほとんど全てのクリスチャンがこれはもう愛国者だったんですね。 別にそれは悪い意味ではなくてですね日本という国をまあ本当に心底愛しながらクリスチャンであるということこれはですねもう2つはもうあの恋の裏表のような関係にありましたので、まあ、そういった意味で国家万歳ということを新島は、えーまあ、モットーの一つに入れています。で、えー、1875年に同志社英学校が設立されたということ。 これもですねこれまで繰り返し述べてきました。そしてその翌年の1876年にすでにですねこの京都の市内に三つの教会が設立されています。この三つの教会の設立に熊本バンドのですね学生たちが非常に深く関わったということについても熊本バンドのところで紹介したかと思います。 で当時ですね、えー、1876年の段階にでできたああの京都のです、ね、教会っていうのは、えー、この「公の会」と書いて「公会」というふうに呼ばれていました、まあ、あのキリスト公会といいううふうに呼ばれていたんですねでそ,れその言葉がしばらく伝われて、まあ、後に「あの教会」というふうに、えー、の名称がこの変わっていくんですけども、えー、っと3つのですね、えー、教会これ具体的に「えー、第1」「第2」「第3」というふうに、えー、あるんですけども。 京都第一キリスト公会はですね宣教師のです、ね、ドーンの,、えーまあ、あの自宅で,です、ね、始まりました。それから京都第二キリスト公会はあこれは新島女王自身がですね、まあ、その主任牧師になり新島女王のです、ねまあ、自宅を場所として始まりました。それから京都第三キリスト公会は えー、宣教師のラー,ネットラーネットについても,もう説明してきましたけれども、えー、ラーネットのですね、えー、自宅を拠点にして始まったあ教会で、えー、あります。で、まあ、このです、ね、3つが、まあ、あので始まったんですけども386、まあ、年に「ラーネッ えー、同志社の礼拝堂、同志社のチャペルが、えー、建設されるのをです、ね、きっかけにして、えー、その三つの教会が、えー、同志社教会と平安教会の二つにですね、えーまあこのえー、再統合、二つにですね、えーあの、統合されていくことになります。であのもっぱらその同志社の学生、教職員は学園教会としての同志社教会に。 集まりですね。そしてそれ以外のまああの他の京都市民はですね、平安教会にという形で、えー、まああの一定のですね区分がなされたようであります。で、えっとまあそのようにしてですねかなり、えー、まあ早い段階からあの同社のですね設立とほぼ機能同じくして教会が京都においてですね作られていうことになります。 でまあ、このように考えますと、うんまあ、同志社はですね今言いましたように改宗派教会そして日本では組合教会といわれたです、ね、伝統の中で密接な関係を持って、まあ、学校形成教会形成がなされていくんですが現在もですねじゃあ同志社は組合教会のとの関係があるんですかと言われるとこれはちょっと微妙な問題になります。 と言いますのは、現在ですね。えー、組合協会という名称を持つ協会組織は、えー、と存在していません、えー。これはなぜかと言いますと、えー、戦時中、これは具体的に言うと、一九百四十一年に、えー、この国策により、えーまあ、これ、宗教団体法というですね。えー、この法令によって、えー、それまでですね、バラバラであった教派が。 あこの一つにまとめられるんですねこれはある意味で国家からのまあ命令、えーまあ、あのこの戦時,戦時下というですね非常事態における、まああのまあ、この国家統合のですね目的の一つに、えー、この宗教政策もあったわけなんですけれども1941年に、えー、このすべての教派がまとめられて日本キリスト教団があの結成されますそして、えー、戦後もですね 一部の教派がそこから出ていきますけども基本的にはあの日本キリスト教団というものが形を維持して、えー、この今に至っていますので、えー、組合協会という名称はですね41年の時点でこうなくなるんですね。そして、て、え、て、ー、ですかから今同志者の、同志者がまあ所属、まあ、なんていうかな関係を持っている、 教派は何ですかというふうにもし問われるとするならばそれは日本キリスト教団ですというふうに答えるのがですね一番正しい答えだというふうに思います。ですから日本キリスト教団とのですねえ関係まあプロテスタントの教派としては最大教派ですけれどもあのその日本キリスト教団との関係を密接にはもちろん持ってはいるもののえ実際にまあ同志者が寄って立つところはですね 改修派の伝統組合教会の伝統こういったものがですねやはり今もなお息づいているというふうに言うことはできますですから先ほど説明しましたように自由とか自治とかですねこの独立性を求めるそういったですね伝統を改修派教会も持ちましたし同志者の楽譜の中にもですねそういったものが非常に重要なものとしてこ,のこれまで引き継がれてきているということでありますですから この教育の理念とそれからそれがですねどういうふうなこの、えー、宗教的な裏付けを持っていたのかということですねこの両者は非常に関係がありますので、えー、今、まあ、お話しした「改宗派教化の伝統というものが、えー、同志社の一つの精神的基盤を作っているということ、えー、このことについての、まあ、理解を、えー、しておいていただきたいというふうにあの思います。でその,です、ね、あのニューインングランド地方で、えーまああの 中心的なこの強派であった改修派協会のですね影響を受けて同社はできてますしそのアメリカンボードとのですね密接な関係でもって同社のそれぞれのえまあこの施設がですねえ作られたりしてますのでえなぜですね同志社がの建築物がですねえこの赤レンガの建物が多いのかっていうとまさにそこに理由があるわけです。 つまりニューインングランド地方今です、ね、あのマサチューセッツ州とかボストンに行くとこれは同社のです、ね、建物に非常によく似た建物を古い建造物の中に見出すことができます。つまりこのボストンなどにあったです、ね、赤レンガの建物がやはり一つの原型になって同社のです、ね、初,代初期のです、ね、建物がこれ建造されてるんですね。 ですからそういうですねいわばでは次に良心教育ということについて触れたいと思います。で同志社の教育理念の中でしばしば強調されるのが良心教育ということなんですけれども。 良心というのはですね、まあ、ただあの良い心という、まあ、道徳的な次元だけではなくです、ね、これは宗教的な意味を、えー、と多分に持っていますでそれがですね今お話ししてきました、えー、改修派のの、ねえー、伝統との関係がこれは非常に、えー、分かりやすい例として一つですね 派牧師ノース・ロップという人の言葉を挙げたいと思うんですけどもノース・ロップはですね1895年に日本にやってきてですねこういうことを語るんですね。聖書の第一の第目的は全く良心を鍛錬することにあるるとと信じるということで、まあ、彼はある意味でキリスト教宣教あるいはキリスト教のです、ね、目的はこの良心を鍛錬することにある。 というふうにこのもうズバリとです、ね、もうと断言できたぐらいにこの改宗派の伝統とこの良心をこの鍛錬するということが非常に密接であったということが彼の新島自身もですねこのキリスト教を土台に据えた特育教育によって良心をですね磨きそしてそれによってさまざまにですねこの 知識も啓発されて、最終的に一国の良心とも言うべき人々をですね、育成していくことを同社の目的にしたわけでありました。ですから、あの、こういうですね、新島が、あまあ、実際にはニューイングランの地方で受けた教育の中で、良心というものを育成することが非常に大事だということを、彼はやっぱりいろんな影響、やっぱりあの、受ける中でですね、この。 体得していくわけですそしてそれを日本に帰ってもですね同志社教育の中で、まあ、あのそれを実現していこうというふうに考えました。であのそのですね新島の、まあ、良心に対するまあこの強調ということをですね、まあ、最もよく表すのが、まあ、良心比だと思うんですけども。 まあこの両親碑はですね両親の全身に充満したるマスラオの起こりきたらんことをと,というですね言葉が刻まれているものでまあ仁志がですねまあそういう学生を望むということの期待がですね非常に短く、えー、まああのまとめられた言葉ですで現在このですね両親碑というものはあの六本あの 存在するんですけども、えー、まあ今出川キャンパス、えー、京都鍋キャンパス、それから同社小氷中高、新島学園、高、えー、高崎自然公園、えー、それから安多バーというですね、まあそういう場所に、えー、あの両親火が立っています。もちろんあの学校によってはですね、この火ではなくって、えー、プレートのような形でですね、あのー、まあある意味で両親火に近いようなものがですねある学校も、えー、あります。 でまあ、この「良心教育」について、えーまあ、非常にこの分かりやすい言葉を、うんまあ、残している一、ね、人に男女がいます、えー、彼がですね、えーまあ、残した言葉を少し引用し、えー、することによって当時ですね「良心」ということにどういう意味が込められていたのかということについて少し考えてみたいと思います。えー、少しそれを読んでみますね ご人の宗教は両親の宗教たるざるべからず私の宗教はということですね両親は単に「是非善悪を知る」の心にあらずここに宇宙の根体と一味相通ずるものあるなり両親は実に神の宮殿なり両親の権威はこの点に存す。 五人が神を見るはここにあり五人はキリストの教廷にこれを見たりしかもキリストの良心を我が良心の中に自覚するに至っては人生無常の光栄にして真にこれ第五志らクの境ということでこのようなですね言葉を、うん、エビナ男女が残しています。 でここから、まあ、少しです、ね、あの難しい表現もありましたけれども一言で,です、ね、言うならば、えー、この良心というのはです、ね、単に善悪を見極めるという道徳的な次元のことだけではなくって、えー、エビナ男女にしてもおそらく虹マにとってもです、ね、良心というのは、えー、この神とかです、ねまあ、この信仰、えー、キリストへの信仰、えー、そういったものと非常に分かちがたく結びついていたということです。まあ、もうう少し分かりやすく言うならば 人間的なです、ね、モラルの基準だけではなくってある意味でこの超越者の視点超越的な真理の視点ですねそういったものをきちんと体得する中で、えー、本来の良心というものが養われるんだということをですね、えー、まあ言わんとしているということが分かります。ですからまあ今私たちは良心教育の良心というとですね非常にまあ分かりやすく理解できる言葉なんですけれども実際にはですねその道徳的な次元プラス 何かでですすねねここのの超越的なこの次元です、ね、そういったものが本来あのはですねこのその組み合わせがあこう求められていた、えー、こういったことをですね、まあ、一応ここで確認しておきたいというふうに思います。人間的なですね、えー、この感情だけで思いだけでですねこの判断是々批評を判断するんではなくって、えー、超越者の視点神の視点こういったことをですね自分の中に入れながらあこの、えー 思いまた行うですねそういった感覚だというふうに思います。はい、それでは、えー、と次に、えー、自由自治ということについて、えー、テーマをー、まあ、進めていきたいと思います。で、えー、とこのですね自由自治という言葉も、まあ、新島のこの宗教思想まだこれは当然教育思想にも関係していきますが非常に重要なあのテーマになります。で まあしかしこの自由自治とは何かということについてはですね新島自身があのこの何か丁寧にそれをこうあの体系的にですね書き表しているものが残っているわけではあ,のありません。で新島女王という人はですね、えー、牧師であり宣教師ではあったんですけども、えー、神学者でではなかったんですねで実際彼はあの神学的な著作を全くあの残していませんし あのまあ、さらに言うとですね彼があ残したものというのはですねさまざ、あ、まな,、ねえーなこのえー、書き送られた手紙の中にあるいはその場合によっては説教の草稿、えー、そういったものの中からですね新島がどういう人物であったのか何を考え何をしようとしたのかということをです、ねまあ、我々は、えー、これまで読み取ってきたわけで、えー、あります。 ですから必ずしもです、ね、体系的な思想とかまとまった彼のです、ねえー、著作というものがあるわけではないんですけどもしかし実際に一人一人の違う人間に当てられたです、ね、手紙を通じて私たちは新島っていう人をですですから、まあ、その点で言うと彼はですね、えー、この進学の世界の中のこの競技論争のようなものにはです、ね、あまり関心を示しませんでした。 あの例えば彼がですね、えー、生きていた時代、えー、19世紀のまあ後半ですけども、えー、このアンドーバー論争というですね非常に大きな論争が実はあのニューイングランドの、えー、この進学の世界ではこれあったんですね。えー、これどんどん時代状況が変わる中で、まあ、この伝統的なこの進学の人々進学者たちとそれからよりこのリベラルな ですね、えー、自由主義的な神学との間にですね、この大きな衝突が起こります。そして、それはまあ、いろんなこの議論をこう生み出すんですけれども、新島はあまりそういうところにですね、関心をこの向けませんでした。まあ、むしろ、ええー、新島自身がですね、関心を持ったのは、実際の教会をどのように運営していくのかというですね、教会運営とか教会政治については、あ、この趣旨、関心をこの示したわけなんですけれども。 そういったですね競技論争には彼はほとんど関心を示してはいませんこの辺りもですね新島の一つのキャラクターといいますかそういうです、ね、細かい競技論争ではなくってむしろこの教会がその自治自由というものをですねどうやったら維持していくことができるのか。 そういったことについてはですね、並々ならぬ関心をしてきたわけであります。一人一人が、えー、この平等であり、えー、同時にですね、この自由というものをこの、えー、この得ていくためにはどうしたらいいのか、えー。これは当時の日本ではですね、決して簡単な問題ではなかったわけですけれども、えー、教会という場を通じて彼は当時の日本にはまだ十分に実現していなかったですね理念とか理想というものを、えー、この、えー、追い求めたわけであります。えー、自由の尊重。 両親の,、えーまあこの,かの重視ですね、えー、そういったことを、えー、彼は、えー、認め求めましたで、まあ、そういったです、ね、うんことがあ、えー、彼のです、ねまあ、自由自治という,うことに対する並々ならぬこの関心があ一つのです、ねまあ、事件をこう生み出すことにもなります。えー、これは あの新島城の略歴の、まあ、特に晩年のです、ねえー、テーマとして挙げたことなんですけども「えー、教会合同運動」というものとですね、えー、晩年の新島がこ関わったということすで、えー、に、えー、説明をいたしました。これをですねもう一度違う角度から、えー、振り返ってみたいと思います。こ、まあ、これはあの年に始まりまりした、えー、この 当時です、ね、長老配置協会とれれた改革派の流れですね長老廃地教会とそれから組合協会同志社を中心とするす、ね、組合協会これ大きい2つの流れがあったんですけどもこの2つをですねもうこの合同していくつまり宣教師たちが持ち込んだ教派の違いに、えー、こ,のこだわるんじゃなくて日本には日本におけるです、ね、独自の,その一致した教会が求められるんだっていう,です、ね、こう主張というものが非常にこの高まっていくんですねそして、えー、多くのですね。 あの,新島の弟子たちとりわけ熊本バンドの人たちはですね、えー、全てこの合同運動をです、ねえー、推進しました組合の流れ組合協会の流れ、えー、そして、えー、この長老派の流れをですねこれはもう一緒になるべきだというふうに考えたんですね。ところが、えー、それに対して新島はですね、えー、終始、えー、この非常に慎重なそして場合によってはですね非常にこの批判的な態度を、えー、取ったわけです。 えー、これはなぜかっていうことこ、ねえー、当時もですねもう彼の,そのまさに直弟子たちがこれはどどんどん,どん,どん推進運動を進をめてるわけですよそして確かに今の視点から見てもですね、えー、異なる教派がこうバラバラにあるかはこの、まあ、ある種これエキメニカル運動っていうんですけども教会がですね合同して一致していくっていうことはですね、まあ、一見非常に望ましいものに思えるかもしれません。ところがなぜ新島が、えー、その教会合同運動に反対したかっていうと。 合同することによってですね。もし、組合協会が、えー、その伝統とする自由とか自治というものが失われてしまうのであれば、その犠牲をですね。えー、払ってまで合同する必要はないというふうに、ニジマは考えたわけで、えー、あります。でまあ、これはですねあの、長老派協会の流れというのは、やはり。 長老を中心とするこうある種ですねピラミッド的なあの教会形成をこう重んじますのでこれは組合協会の伝統とこうだいぶ違うわけですねですからそういうこの,まああのものの中にですねもし組み入れられてしまうと本来改修派教会組合協会が持っているですね自由さとか平等性あるいは民主的な教会運営こういったものがですねむしろこの損なわれてしまうそのことをですね新島は非常にあの恐れたわけであります。 ですから新島はですね、まあ、新島城が一番この嫌ったものというのがここいくつかあるんですけどこれはですね一部の人たちだけがこの実権を握るです、ね、この加藤政治あるいは貴族政治こういったものをですね新島は非常にこのあの嫌うわけです。ですからそういうことへの危険性を感じた新島はですね弟子たちから結果的に多くの批判を受けるんですけれども。 あの批判を受けながらもですね、えー、この合同運動に対しては非常に、まあ、あの距離を置く場合によっては批判的な、えー、と態度を、えー、示すことによって、まあ、この教会合同運動はです、ねまあ、結果的にに破綻していくことになります、えーまあ、あのもう一つの理由はですね、うんまあ、この、えー、都市の人々都会の人々を中心にですねこの合同運動がずっとこの行われていって地方の実情ということがですね非常にその置き去りにされていた。 ここういったことに対してもですから、えー、その理想を求めるあまりにですね、えー、この地方の人々や、えー、その発言できない人々のです、ね、そういうものをこう切り捨てていくような拙速な進め方に対してですね、まあ、新島はまああの非常にこのう、まあ、憂いを感じ批判をせ、ね、ざるを得なかったということであります。 この新島がです、ね、この教会合同運動に対して反対したことの評価をめぐっては今もです、ね、あのどちらがよかったのかという議論はこれありますしかし、まあ、あのこれはどちらにしてもです、ね、新島がいかにその改宗派の伝統をです、ね、自由とか自治自立こういったものを重んじていたのかということを語るです、ね、非常に、えーまあ、良いエピソードだというふうに言うことができます。 それではそういうです、ね、新島が、まあ、あの形成してきたです、ね、教会とかここの学校の中からどういうです、ね、卒業生が誕生したのか初期のです、ね、同志社の卒業生たちのことについて少し、まあ、触れていきたいと思います。でこれは聖書にですね、まあ、聖書のこの「タイによる福音書」の中にこういう言葉があるんですね。これは、は木のしやしはそのそによってわかる。 これは非常に分かりやすすいですね、えー、本当に気が良いかどうかっていうのはですねその実を取って食べてそれが本当に美味しいものだったらですねその気はいいんだっていうことが分かるっていうんですねこれはもう、えー、昔も今も今ですすね当てはままる多分一つの真理だと思います現在の同志社も同志社という大学がですねいいのか悪いのかこれは大学のですね仕組みとかシステムとかいろいろも,もちろん見ることはできますけども一番端的に分かるのはですね 卒業生が本当に優れた人物になっていればですね。これ、やっぱり同志社という大学は優れた大学だっていうふうに言うことができるわけです。ですから、これは今もですね。まあ、聞いている皆さんたちがやはりこの同志社の良し悪しということをですね。世に示していく1番の材料になるわけですので、本当にあのまあ、この学んでいるものにはですね。やっぱりそういった責任も伴ってくるのではないかというふうにまあ思います。 でまあ、そういったです、ね、点で初期の同志社はです、ね、非常にまあ優秀な人材をあの生み出してきたというふうに言えます。であの、まあ、あの初期あの近代日本のです、ね、を代表するまあ私学。 えまあ3つ挙げるとするならば、まあ、慶應義塾大学早稲田大学、まあ、同志社大学っていうことをです、ねまあ、挙げると、えー、それぞれの大学が、ねまあ、もちろん幅広い人材を育成し世に輩出していながらですね、まあ、いくつかこのより、えー、この得意とするです、ねまあ、分野を持っていたというふうに思います。まあ、慶應義塾大学がまあ主としてです、ね、財界に対して非常にその優れた人材を輩出してきた。 いうことがでできるならば早稲田大学の場合にはですね政治の世界政界に対してですね、えー、これはあの本当に優秀な人材をあの排出してきたと言えるでしょう。でそれに対してまあ同志社の場合には、まあ、あの宗教界、まあ、これ牧師とかですねそういった人たちは言うまでもありませんけども、えー、学問の世界とか教育界それから社会事業それから社会福祉、えー、そういったですね、えー、分野に対して非常にですねこの 当時の日本社会をリードするような人物たちを生み出していくことになりましたある種精神的な領域というふうにですね言っていいかもしれませんでそれをですね今あの細かく一人一人の略歴について話をする時間はもうないんですけれどもあのいくつかですねこの代表的な人物を紹介してみたいというふうに思います。で まず最初にですねあの、まあ、この、まあ、今ちょっと教会のことを少し触れてきましたのでまずこの宗教界に対してですねどういうふうな人物がいたのかということで小崎弘道宮川恒輝海老名團城この3人はですね組合教会の三元老というふうにですね、まあ、言われるぐらいに非常に重要な特にその後のです、ね、組合教会の発展の土台をですね作った 人物たちでであるんですけども、まあ、これらは皆、ね、同志社、えーまあ、あで,でですね、まあ、進学を学び牧師となりですね教会を作り、まり、あ、そのさまざまなです、ね、拠点となる教会を形成していきましたそれから社会福祉の分野に関して言うならばこのです、ね、3人を一応挙げておきたいというふうに思います。 富岡康介これは家庭学校というですねこれは当時まだなかっ当時の日本社会にはなかったと思うんですけども児童の子どものです、ね、自立支援施設をですねつくります。それから えっとまあ、日本旧世軍の,です、ね、あの設立者としてと言ってもいいと思うんですけども山室軍兵これは旧、ね、世軍をまあ日本で作るだけでなくてさまざまなこの社会事業もともと旧政軍というのはです、ね、社会事業に非常に熱心な教、えー、派でありますけども、えー、その、えーまあ、街頭でのさで、ねえー、まざ、あ、ま、えー、な奉仕活動にですね、えー 取り組んでいくことになりました。えー、それから、えー、石井十字という人物です。えー、まあ、彼はですね、あの、まあ、同志社で学んだことはないんですけども。まあ、しかし、いわゆる同志社系と言われるですね。同志社と非常に縁の深い人ですけども。えー、石井十字という人が、えー、います。で、えー、彼は、岡山、あ、孤院のですね。創始者で、まあ、当時、まだ孤児院といったものがですね。えー、全然、こう、なかったような時代において。 えー、早くですね、えー。こういった分野に着手をいたします。えー、それからえっ、ー、と次にですね、まあ学問の世界のことについて少し紹介をしておきます。えー、これはあの同社からですね、あの東京帝国大学にまあいった人物として、えー、中島力蔵、それから本良裕次郎、えー、こういった人物があいます、えー。それから。 同社からですね早稲田初期の早稲田にです、ねえー、行ってそして早稲田のです、ねえーまあ、初期の形成に尽力した人物たちこれは結構たくさんいるんですけども、えー、大西一安倍総、えー、岸本信太、えー、村井知義家長豊吉、まあ、こういった、ね、人物たちが、えー、います。 この安倍一総はです、ね、今もこの胸像となってあの早稲田のです、ね、中央図書館の前に据えられていることから分かりますように早稲田にとってもです、ね、非常に重要な人物ですねそういった初期の同志社が初期の早稲田に対してです、ね、非常にまあこの有力なこの学者たちを輩出しその早稲田のです、ね、形成を手助けしたというです、ね、こういったことも言うことができます。 まあそういうです、ね、意味では最も最初期からです、ね、早稲田と同志社は非常に密接な関係にあった、まあ、今日ですね、えーこのえー、この交流協定を結び、えー、この国内留学ですねそういったあ関係がまあ持てたということもですね、まあ、こういう初期の歴史からの関係を指摘することができます。それからまあ教育の授業としてはです、ねえー 松山、あ、篠宮学園を設立した、まあ、二宮、あ、まあ、国次郎。という、人物であるとか。それから、まあ、日本女子大学、女子、女子大学校のですね、校長になった。え、麻生正三、とかですね、まあ、そういった人物たちが、います。ですから、まあ、これは、あの、同志社のですね、学園を作るだけではなくて。キリスト教主義に基づくようなですね、学校を、まあ、各地にこの作っていった。 こういったですね、まあ功績を、挙げることも、できるわけであります。で、えっと最後にですね、まあ、ちょっとこの、あの、変わった人物と言いますか、非常に、まあ、あの、あの、なんていうかな。えー、新島のですね、精神を、非常にこの色濃く引き継いだ人物の一人として。えー、柏木義員という人を挙げておきたいと、思います。まあ、これは、あの、ある意味で,ですね、最もよく新島精神を体現した。 人物であり、また牧師であったわけなんですけども、彼はですね。安中教会の牧師として、えー、長くですね。あん中でえー、ま活動をいたします。そして彼がですね。あの、非常にまあ注目されることの一つは、あ、その日清戦争や日露戦争というですね。非常にその。 あの戦争賛美が高まる中で、えー、非戦論、非戦主義の立場にですね。非常に固く立ったということであります。まあ、彼はあの上毛協会月報というですね。まあ、この月報の中で、そういう自分自らの非戦主義のですね。主張を、えー、こう強く、えー、アピールしていくんですけれども、えー、ま度、あ、々ですね。白金処分を当局から受けながらも、もしかし戦争をしてはいけないんだっていうことをですね、えー、訴え続けました。 またこの「人一人が大切だ」っていうです、ね、新島の精神をですね体現し、まあ、彼はこの華々しくです、ね、この目立ったことをするようなタイプの人間ではなかったんですけども一人一人をですね訪ねながらあこの教会形成していくようなですねまさに「人一人が大切なんだ」っていう新島の、えー、この言葉をですね、まあ、体現するような人生を送った人物でもあります。でこののの弟子たちの中にはです、ね これはまあ20世紀になってからですけれども、えー、まあ後に日本が国粋主義に傾いていくそして戦争にですね、えー、向かっていく中でこの戦争を支持すする人たたちもです、ね、これたくさん出てきま,す、えー、まあしかしそういう中で、えー、まあこの柏木議員はですね、えー、まあこの非戦主義をです、ね、貫いたという点で、えー、まあ非常にあの 今の時代においてもですね、評価すべき非常に重要なあの人物であるというふうにあの思います。えー、今日はですね、えー、少しあの足早にあの特にニイジョアの宗教思想を中心に、同志アのこの伝統の中にですね、プロテスタントの伝統、とりわけ改宗派のですね精神が非常に強く流れているということを説明してきました。 えー、こういったことをです、ねまあ、踏まえてもう一度トータルに同志社をです、ね、見直すことによって、えー、この同志社が言うキリスト教主義とは何かあるいは良心教育とは何かということのです、ね、もう少し意味の厚みを加えていく、えー、そういったことがで,す、ね、できればいいかなというふうに思いますでではは今日はこれで終わります。